最終予選の決勝では自分が1枚打ち抜き損ねたことでサドンデスになってしまったんですけども、なんとか自分の手でそれを打ち抜けることができて良かったです。いいですね、はい、チームができて2ヶ月半ですが、強豪チームに負けないよう頑張ります。